まりました。無鉄チャンネルです。今回はですね、第2回英語講師オーディションに関してですね、ちょっと話していこうかなって思うんですけど、もうまだ1回も終わってないのに、第2回もうやるんかいみたいな感じですけど、いや、そんなすぐやるやらないです。ただし、ですね、結構ですね、いろいろ来たんですよ。第1回で、このですね、ダメだった理由を教えてほしいっていうですね、そういうのが、まあ、いろんなとこから来たので、ツイッターだったりコメント欄で来たりとかしたので、まあ、一人一人ちょっとやっぱコメントするっていうのは、あれなんで、全体を通してですね、ちょっとコメントしたいなと思いますね。第2回、出場するためにですね、こういうことしておきたいとか、授業力をこうですね、上げるためにいろんなことしておきたいっていうのが多かったんで、そこについてちょっとコメントしていこうかなと思います。第1回の方ですけども、本選のですね、7人、まあもう皆さん見ていただいたかなと思うんですけども、審査員たちの審査は終わりました。全員の点数が来てですね、点数集計も終わっておりますね。あとは、ちょっとこのですね、他のビデオのです、高評価ですね、を加点すれば、終わりになる形になっています。で、まあ、一応は、して、一番高かった人からですね、もう自動的に、300高評価あったら3点プラスするとかですね、200高評価あったら2点プラスするとか、そういった形でやろうかなと思っています。で、まだまだ分かりませんので、ここのプラス点は皆様にかかっておりますので、ぜひですね、好きなですね、視聴の人に、高評価お願いします。そしてですね、この、音鉄英語チャンネルですね、の LINE アカウントありますので、そこをですね、友達登録して、このチャンネルのチャンネル登録をして、で、誰がですね、決勝に残る3人ですね、を予想して、優勝者を1人、予想していただければなと思います。そして、1名ですね、iPad のミニ5ですね、7万円分相当ですけど、本当に差し上げますので、で、もうなんか LINE ブロックしてる人いますけど、LINE ブロックしたら送れないですからね、当然こっちからメッセージ行きますので、当選者にはですね、しないでください。で、あと数名には多分 Amazon ギフト券を送ろうかなと思っています。ちょっとね、何人当たるかわかんないので、めちゃくちゃたくさん当たっちゃったら、ちょっとギフト券たくさん買うにはいかないので、まあ、ちょっとどれぐらい当たったのか集計してですね、もし全員に送れるんだったら、ちょっと全員に送ろうかなと思っています。その場合だとね、ただ番号を送るだけなんで、多分ね、簡単にできるかなと思ってます。で、現在のところ100人ぐらいですね、予想は来ていますので、まだ100人ですからね、かなり。で、当たってる人なんて多分相当少ないと思いますので、やっぱかなりバラバラです、分かれているので、相当高確率だと思いますので、ぜひぜひ挑戦してみてください。やっぱりですね、第2回やるにあたってそうですね、授業をどうやってやったらいいかっていうのを知りたいっていう声が多かったので、ちょっと話していきますね。で、まずそうですね、あともうちょっと切ってくんないとやっぱりですね、40何人ですかね、今回。で、審査したのはですね、少ない40何人じゃん。これじゃあ、なんていうか、やっぱり頂点をせっかくやるためにはですね、もっとやっぱ来てほしいので、まあ、第1回やったんで、これで多分ですね、もっと来ると思います。だって、1日で数千人に見てもらえるわけですからね、全く誰も知らなかった人がですよ、たったの1日で、で一気にですね、特に業界人見てますからね、高校ですね、数千人の人たちに知ってもらえるんですね、高校生、大学生、そして予備校の先生たちに知ってもらえるっていう、ものすごく大きなチャンスですので、ぜひぜひ活かしてほしいかなと思います。はい。いろんなポイントがあるんですけども、いくつか話していきたいと思いますね。気をつけてほしいポイント。まず、一番でかいやつですね。最も大きい。いろんなビデオを見て、ね、これちょっと問題だなと思ったこと。見えない。何が書いてあるのか見えませんですね。暗すぎるとか、字が小さすぎるとか、どこに書いてあるんだかわかんないみたいなのが、ちょっと多すぎましたですね。まずはそこ考えてください。構図だったりとかですね。明るさだったりとか考えてください。じゃないと、どこに何が書かれてるのかもわかんなければ、当然審査のしようもないので、ちょっとこういうものが多かったかなと思います。続いて、二つ目ですね。対象がわかるように授業してください。誰に向けて、どういったレベルに向けて授業してるのかが分かんないっていうのが結構ありました。別に言う必要はないですよ。これ高校生向けですとか中学生向けですとかっていう人は全然ありません。そんなの言う必要はないんですよ、ね。この子供向けですとかっていうのは、それ見れば分かるんです、普通はね。でも見ても
分かんないのが結構あるんですよ。なんでそういうことが起こるかっていうと、基本的にはですね、何かしら言いたいことをこう入れようとする、なんか技を詰め込もうとしてるんですね。で、技を詰め込もうとしてるんだけれども、明らかに高校生とか大人が喜ぶような話題と、そんな小学生レベルのことがですね、混在してるっていうのが結構あったんですよ。いや、それを紹介する、でこれを見ておおって思う人はこのレベルの人じゃないでしょっていうのが結構ありました。いや、だってそんな B 動詞とかあとかですね、複数形の S とかですね、そういうのがありますって説明してるのに、もっとレベルの高いすごいですね、おおって思わせるようなことっていうのがですね、結構あってですね。で、別にここのおおって思わせるところはオリジナリティを出す必要は別に全然ないのでですね、だぶっちゃけて言うと相当の割合が関先生のようですよね。関先生が言ってる、よくいろんなところで言ってるやつです。で、別にそれが関先生のものではないですから、そうですね、そんな関先生のものというわけではないので、別に誰がやったっていいんですよ。誰がやったっていいんですけど、関先生がちゃんとですね、考えてるわけですよ。ここに持ってく、その技を見せるためには、どのように話を持ってったらいいのかっていうのが分かってですね、やってるわけですね。だから、その辺のことを分かってないで、ただただですね、技をぶち込んでもですね、繋がんないんですよ。全然このストーリーとして、ここに持っていくまでの話が全然こう、外れちゃってるっていうのが結構多かったですね。はい。これが結構大きいかなと思いますね。3つ目ですね。3つ目はですね、ちゃんと教えてください。それを学んだからには何かしら得られたものがあるんですね。あ、わかったですね。あ、そうなんだっていうものが発見があるとかっていうのをやってください。何も教えてない人いっぱいいましたよね。子が1個も出てこないよとかですね、結構いろんなびっくりするのもありましたですね、はい、そこがちょっと問題かなと思いましたね、はい、あとは英語が間違いすぎてるっていうやつですね、間違いのレベルをですねちょっと度が過ぎてるんですね。いや、別にそんなにこだわってないです、見せ方なので、別に英文がちょっと間違ってたりとかっていうのは全然なんていうかそこを対象にはしてないんですけど、その文法事項を教えているのにその例文がですね、文法上間違ってるとかっていうのはさすがに無理だなと思いました。結構ありましたね。さすがにそれはやっぱり出せないですよ。動画出しちゃったらもう低評価の嵐になっちゃうし、コメントもたくさん出てしまうと思うので、その文法を教えるんだったらその文法事項は知って教えてください。知らないんだなっていうのがもう分かってしまうので、ちょっと具体例あげたら誰の動画だか分かっちゃうので言えないですけど、ちょっと勉強してくださいっていうのはありましたですね。多少ですね、さすがに教えるものとして出すわけですからね、明らかに間違っているとかはちょっと厳しいかなと思いますね。なんですか、文法とか語法とかこだわってないですし、発音とかにもこだわってないので、さまざまなものをですね出してもらえればいいんですよですね。ただし今言ったようなことをちょっとですね、意識してもらえたらもっとですね勝ち上がれる可能性があるかなと思います。あとは結構いろいろ気づいたのは、タイトルとかですね長くない方がいいですね。はっきりとしてこう分かりやすいタイトルで、来てもらえた方がいいかな。サムネとかね、この作ったりとかするときにやっぱ人この目を引いたりとかっていうのですね、あるので、このはっきりとシンプルでですね分かりやすいタイトルが、ちょっとおすすめかなと思いましたね。うまく構造調整してやってきてもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、だって中学生とか高校生とかもいましたからね。そうです、どんどん応募してきてください。一人高校生欲しかったですね、うん、いけそうな話し方とか良かったんですけどね、ちょっとね内容がですね今さっき言ったようなもので、なんかね、あ、自分はふざけちゃったからいけないんだとかって思ってる人いるかもしれないですけど、いや全然面白かったですよ。ネタいろいろやってた人ね、いやもったいないなと思いましたね。自分がプロデュースすれば人だから決勝に行けるのになとか思ったりした人もいました、正直ですね。もうちょっとうまくやればすごい面白くできるのになっていうのですね、あったりしましたね。
かすごい機材なんかいらない、スマホで全然できます。明るさ調整とかですね、うまく構造調整してやってきてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。うん、ぜひぜひ予想してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.